回目の生誕祭ということで、スチームガールズでは初の生誕祭だったんですけど、なんとドッキリでやってもらっちゃったりだとか、もうとにかくドッキリは多すぎてびっくりしたんですけど、でもすごい楽しくて、あのチェキ会とかでもファンの方が一番、今までで一番楽しい生誕祭だったってすごい言ってくださったので、本当に良かったなって思います。来てくださった方には本当にありがとうございます。似合うっていうのはちょっともしかしたら言葉悪いかもしれないんですけど、みんながねやらないようなことを進んでやってくれることが本当に助かってるし、とてもそういうところができるっていうのは人間として尊敬できるので、これからもよろしくお願いします。はい、おめでとう19歳。あちゃんの努力家なところがすごく尊敬していて、自分はすごく面倒くさがり屋なので、そういうところを尊敬して、なんだろう、もっと真似できたらなって思います。Yeah!
から7月まで本当に何から何までいろんなことを教えてくださって、でいつも他人、自分のことより他人のことをすぐに考えられるすごい素敵な方です。これからもよろしくお願いします。する時とかもあって、でもそんな時でもいつも立ち直れるのはみんながなんか絶対マナタンは愛されてるから大丈夫だよって言ってくれるから、あのちゃんと元に戻れるというか、ステージにいつも立たせていただくことができています。毎日ここに来るのはみんなそうだと思うんですけど、みんなに会える場所だからここに毎日来ていますし、ここの劇場が大好きだから来ているし、仮面女子が大好きで、アリスプロジェクトが大好きだからここに毎日来てライブをしています。良くないし、顔も良くないし、なんかこぼれるところは毎日来ることぐらいなんですけど、それでもやっている人がいるんだっていうのを自信に思ってくれたら嬉しいです。しっかりするっていうのは自分で言ってるんですけど、あとはなんだろうね、やりたいこと、あの私ラジオが好きなことが分かりまして、ラジオのお仕事が好きなんですっていうのをこの間知って、自分でだからそういう喋ることをもっとどんどんやっていきたいなって思います。